こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、ソラチ先生って知ってる？突然どうした？もちろん知ってるさ。銀魂ですごい有名になってただろ。それにすごい個性も強いよな。そうなのよ。私ね、最近友達から勧められて、銀魂を読むようになったら、ハマっちゃって、最後まで読み通しちゃったのよ。霊夢らしいな。それで目が腫れてるんだな。えへえ？そしたら、ソラチ先生のことが気になりすぎて、もっと知りたくなっちゃった。ははは、それじゃ、今回はいろいろとやりすぎたソラチ先生の人生を、銀魂も交えながら詳しく紹介するぜ。わい、やったー、ワクワクしてきたー。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、幼少期。まず最初に幼い時期のソラチ先生を紹介しよう。先生は1975年5月25日生まれ、北海道出身だ。え、北海道出身なの？てっきり東京だと思ってた。お、霊夢もそう思ってたのか。だって、銀魂が東京を中心に繰り広げられてるじゃない。東京に詳しいからてっきりそうだと思って。ああ、そう思う人も多いらしいぞ。ソラチってペンネームは、北海道にあるソラチ地方から取っている。ええ、そうだったのね。実際にそんな名前の土地があったなんて。でも、インパクトあるわよね、あのペンネーム。まあ、そうだな。ちなみに、秀明は本名だそうだ。実は、銀魂の中にも北海道にあるものが登場してるぜ。え、どこに？金時の持っている木刀に、洞爺湖って刻まれている。あ、そうだったかしら？気づかなかったー。幼い時は、ノートにこっそり漫画を描いてたらしいんだ。だが、小学4年生の時に、父親に漫画を読まれ、嘲笑われる。ちょっと、嘲笑われるなんて、ひどくない。ああ、そうだよな。それがきっかけでトラウマになって、漫画家の夢を諦めてしまうんだ。なんてこと。とはいえ、その後漫画家を目指そうと決心し、興がある。漫画を描こうと思ったきっかけは、天空の城ラピュタの最後の、別れのシーンに影響を受けたからだそうだぜ。あ、わかるわ。私もあのシーンジーンときたのよね。ちなみに、一番好きなアニメは、魔女の宅急便だそうだ。なんか意外だわ。あ、漫画家についてソラチ先生が語ったこんなエピソードがあるぜ。銀魂の質問コーナーで読者が、東京に行って漫画家になりたいが親に反対されている。どうしたらいいのか？という質問に対しソラチ先生は、漫画は東京に行かなくたって書けます。それより、賞を取ったり担当がついたり結果を出せば、周囲にも努力が伝わる。と言っているぜ。なんかすごい惹かれる言葉だわ。ほんとその通りよね。ああ、そうだよな。その通りって言えるよな。ソラチ先生もそうだったのかもしれないわね。嘲笑った父親を納得させるために頑張ったのかも。ははは、そうかもしれないな。経験から話している気がするぜ。に、大学時代。お次は、大学時代のソラチ先生について紹介しよう。大学は、広告関係の学部があるところに行っていたんだぜ。まあ、なんと、漫画と全然関係ないとこに行ってたのね。それに、就職も漫画と関係ない職種を目指してたんだ。ちょっと、すごく意外なんですけど。それじゃあ、なんで漫画家の道へ？就活をしてた時、なかなか、思うようにいかず悩んでいたそうだぜ。そんな時、漫画賞に漫画を送ったんだ。そうだったのね。そしたら、なんと天下一漫画賞佳作を取ってしまったんだ。じゃあ、すごいじゃない。やっぱり抜きんでた才能があったのよ。ある意味、就活がうまくいかなくてよかったわよ。そうなんだ。ほんと人生ってわからないよな。で、めでたく漫画家デビューしたというわけだ。このおかげで、漫画家への道を切り開き結果、銀魂が生まれることになった。3、漫画家デビューしてから。お次は、漫画家デビューしてからについて紹介するぜ。漫画家初のデビュー作は、ダンデライオン。2002年に読み切りで週刊少年ジャンプに掲載されたんだぜ。ダンデライオン、これはあまりよく知らないな。今度見てみなくちゃ。ダンデライオンの原稿の裏にソラチ秀明無職って記されていたんだ。これがソラチ先生の下積み時代というわけね。ああ、そうなるな。この下積み時代を陰で支えていたのが初代の大西さんというわけだ。もしかして、大西さんが東京へ呼び寄せたとか？お、霊夢冴えているな。その通りだぜ。大西さんが、北海道に住んでたソラチ先生を東京へ呼び寄せたんだ。そして2003年に読み切り漫画白黒を執筆したんだ。やっぱり才能のある人は違うのね。運も引き寄せられるのよ。
この白黒の中に、銀魂のアイデアが潜んでいるって知ってたか？え、そうなの？それすごく興味深いんですけど。白黒の主人公が坂田富子。魔王と呼ばれる妖怪の見た目が、銀時にそっくりと言われている。さらに銀魂を思い起こさせる箇所が随時に盛り込まれていたんだ。そうなのね。これまた、見てみなくちゃ。私、知らないことが多すぎたみたい。霊夢の目がキラキラしてきたな。乙女心炸裂だな。もう、マリサったら。この作品の後、いよいよ銀魂の登場だ。当時、大河ドラマの影響で新選組がブームだっただろ。そうそう、私も大河ドラマにハマったもの。空知先生もこのブームに乗ろうとしたんだぜ。そうだったのね。ああ、それで、幕末ものの漫画を描くことになったんだ。あ、それが銀魂ね。さすが空知先生だわ。銀魂は、2004年に連載がスタートし、2006年にはアニメ化が決定したんだ。すごいわ、ジャンプの人気漫画家として歩み始めたということじゃない。デビューしてからトントン拍子できてるぜ。すごい才能の持ち主ということだな。でも、本人は、こう語ってる。スケペン使うのめんどくせえよ。背景描くのもめんどくせえし、ほんとめんどくせえな漫画家って。っていうかもう生きることがめんどくさい。チーズ蒸しパンになりたい。とな、週刊ジャンプに初めて投稿した時の気持ちはどうだったか。と質問された時にこう答えたんだ。なんか、空知先生らしいわね。すごく気持ちが伝わってくるわ。もう一つ、こう語ってるぜ。銀魂不要編で銀時が、芸術家はケツの穴から。宇宙をひねり出すような苦しみに耐えて作品を生み出すと言っている。これ、空知先生の気持ちを銀時が代弁しているみたいね。そう思うよな。まあどちらも漫画家の大変さや辛さを語っていると言えるぜ。ほんとそうね。でもこういう人間みんな言葉って好きだわ。ちなみに、銀魂って、どのジャンプ作品よりもセリフ数が多いぜ。それこそ、苦しみから生み出された作品と言えるかもしれないわ。4. アニメ銀魂の歴史。アニメ銀魂の歴史について紹介するぜ。このアニメ、というか銀魂、空知先生の人生と切っても切れないものとなっていると言える。空知先生がアニメガイドで次のように語ってるぜ。いい歳して悪ふざけに付き合ってくれる悪友な存在とな。なんかいい例えね。そういえば空知先生はリアル銀さんとも言われているじゃない。ああ、そうだったな。この銀魂、週刊少年ジャンプで、2004年から15年にわたって連載。改めて見るとすごい年月だな。ほんとそうよ。そして銀魂のアニメは、火曜日19時のゴールデンタイム枠で放送。いきなりゴールデンタイムだものねー。空知先生が、原作より面白いじゃんと言われたら軽くムカつく。と言ってたのも印象強いよな。まあ、アニメもそれだけすごいということよね。だが、半年後、木曜18時と移動とした。え、半年で移動。空知先生もアニメ227話で銀時に、わずか半年でゴールデンから左遷って言わせてる。さらに、始まって3年後225話で、最終章突入。って、アニメ銀魂が最終章に入ったって突然番組内で発表したんだ。そんなことをしてたの。でも、これ、蓋を開けると、単なる悪ふざけだったの？そうなんだ。本当に番組は終わらなかったぜ。ちょっと、視聴者をドキッとさせて楽しんでたわけ。ああ、それが、これだけでは終わらなかったんだ。150話の、長いものには巻かれろ。で銀魂を忍んでとして、突然最終回が始まったんだ。番組の中では、サブプライムローン問題に端を発しサンライズがあんなことに。で新八が急に泣き出す始末。そんな演出じゃ、最終回を迎える雰囲気よね。でもまさか、これも嘘？番組の最後で、もうちょっとだけ続くよと明かされ、これが嘘だったことが判明。見ている方も、ドキドキの連続で落ち着かないわね。こう、何回も嘘の最終回が続くと、信じられなくなるよな。で、終わる終わると言いながら、最終回を迎えないことを、銀魂の中では、終わる終わる詐欺というようになったんだ。終わる終わる詐欺、考えたわね。終わる終わる詐欺と言いながら本当に終わるんじゃってファンの間では嘆かれてたそうだ。さらにアニメ176話、カウントダウン開始からサブタイトルにカウントダウンの数字も登場。本当に最終回までのカウントダウンだったんだ。なんか、空知先生、銀魂で楽しんでない？そして視聴者は振り回される。なんてね。ははは、2010年にアニメ銀魂は最終回になったんだが、あまりにもあっさりしてたんだ。それじゃ、すごい不燃焼になったんじゃ。まあ、そうかもしれないな。
2011年によりぬき銀魂さんとして銀魂の再放送が開始してるぜ。同時期に、劇場版銀魂新役紅桜編が公開してる。まあなんてこと、やっぱりこの後も続きそうね。そうなんだ。2011年に期待通りにアニメ再開。209はいつまでもあると思うな。親と金と若さと部屋とワイシャツと私とあなたと銀魂。で、アニメ銀魂で、今後について、銀時たちがいつ終わるかわからないと語ってる。こんな展開面白すぎるんですけど。実は、まだまだ続くんだ。2012年放送が再び終了。2012年10月から延長編としてすぐに再開した。それで、2013年3月に終了。そんなに何回も繰り返して許されるの？いやぁ、ほんとありえない展開だわ。だよな。それだけ話題性に尽きない漫画ということかもな。まさに終わる終わる詐欺ね。終わっても、次があるって考えちゃうわ。今度は、2013年7月に制作者側から、劇場版銀魂完結編、よろずや永遠なれ、で、銀魂アニメが完全に終了すると衝撃発表。制作者側も登場ってわけね。幾度となく終わる詐欺を続けてきましたが、今度こそ本当に終わりですって言ったんだ。エンディングに、今までのアニメ銀魂の名シーンを流し、本当に終わる雰囲気に。もう、誰も信じなさそうね。終わるってこと。そうだよな。そこまでしてても、銀魂丸としてアニメが再開しちゃったんだ。くっく？まあ、制作者側は儲かっていいんじゃない。ファンの人も喜んでると思うわ。この再開の仕方が、面白いぜ。アニメ冒頭で銀時が記者会見する場面からなんだ。金の亡者どもに目をつけられたと弁明してるぜ。くぅ、ありえそうな話で面白すぎる。その後も終了と再開を繰り返し、2016年に一旦終了する。そして再放送、よりぬけ銀魂さんを放送したんだ。2017年10月から再開、銀の魂編の途中までで終了してしまった。テレビアニメで書かれなかった続きは、劇場版銀魂ザファイナルで書かれた。ほんとすごいわ、銀魂って。そして空知先生もすごすぎる。空知先生もこう語ってるぜ。俺の無茶ぶりに付き合ってくれてありがとう、とな。この、終わる終わる詐欺、アニメだけじゃなく、原作でも始まったんだ。銀魂の原作のエピソード。お次は銀魂の原作のエピソードについて紹介するぜ。週刊少年ジャンプで連載された銀魂、空知先生の似顔絵はいつもゴリラだよな。そうそう、ゴリラ作者と言われてたわね。鼻ほじっているゴリラよね。それに、確か、2013年に中国でゴリラが生まれたでしょ。その時に公募で名前募集したら空知秀明という名前が人気だったのよね。ははは、なんか親しみやすいよな。話を戻すと、2018年8月20日発売のジャンプで、あと5話で最終回を迎えるって発表があったんだ。ジップなどいろいろなニュースで銀魂の最終回について報道されたんだが、5話では終われない雰囲気だったんだぜ。またまた、やってくれたのね。8月20日までに話を最後まで書き切れずページ数が足りん。報道されて後には引けない。と漫画内で書き、なんとも銀魂らしい展開になったんだ。それで、どうなったわけ？告知通り、8月20日に週刊ジャンプから去った。え、そんな中途半端で。物語自体は完結できず、ギガ、ジャンプで、続きが連載。お、なるほどね。考えたわね。ところが、ここでも完結できなかったんだ。あらら。で、アプリの連載に移行する。2019年6月17日に完結するという予告をするもさらに3日間の延期。そしてついに、銀魂は6月20日に、正真正銘15年の連載に幕を下ろすことになる。くぅ、よかったわ。最後までいけて。終わる終わる詐欺には、空知先生自身の作品を自分の納得がいくまで書き続けたい。という思いが込められていたと言えるな。ほんとそうね。ジャンプ編集側も先生にとことん付き合っていたという姿勢が見えるな。空知先生が、この漫画に人生をかけて情熱を捧げているのがわかるわ。結果、すごい作品ができたもの。空知先生の人間味が出ている作品とも言えるな。だから15年も続いたんだろうな。銀魂イコール空知先生の人生と言えるわね。ところで、この後先生ってどうしてるの？ 6. 空知先生の現在。最後に現在の空知先生について紹介するぜ。初代担当者だった大西さん曰く空知先生が筋トレして、禁煙して、規則正しい生活を送って無駄に生きようとしている。だそうだ。ふふ、なんか空知先生らしい。空知先生自身が手紙で、毎日エロ動画を見て、そして寝てるだけ、超暇です、と書いてた。もう、空知先生面白すぎる。やっぱりあれだけの作品を生み出す人は。
変わってるわ。実際はというと、劇場版銀魂ザファイナルのキービジュアルを作ったり、ギガ、ジャンプの表紙を書き下ろし、劇場版銀魂ザファイナルの特典として、鬼滅の刃を書いていたり、るろうに剣心の展示会に祝辞を送ったり、出身地の北海道の学生に卒業メッセージを送ったりもしている。なんだかんだ言って、暇してないじゃないね。そうなんだ。それだけ、需要があるんだな。歴代銀魂担当編集の方たちは、空知先生のことを、銀さんそのものだと語っているぜ。なんかすごいわ。もう一人の自分を描いているみたいね。銀時のようなぐたぐたな人生のようにも見えるとも言われているぜ。まあとにかく、空知先生の人生は一本筋が通った人生と言えるかもな。ほんとそうね。次にどんなものが出てくるのか楽しみだわ。というわけで今回は、空知先生の人生について紹介したぜ。改めて、空知先生ってすごい人よね。妥協せず、とことん突き詰めている感じがするわ。他の漫画家とは違う、何かこう強い力で引き寄せている気がするぜ。それに、人間臭さがさらに人気を生むんだろうな。ほんとそう思うわ。空知先生って、素顔も明かさず、プライベートもほとんど語らないだろ？そうなのよね。でも、それが良さになっているのかもしれないわね。皆さんは、今回の解説をどう感じたかな？感想やリクエストを気軽にコメントして、もらえると嬉しいぜ。今回の解説が面白かったと思ってくれた人は、高評価とチャンネル登録をよろしくね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあ、次回まで。またね。